お盆休みもいよいよ終わりですね。今年はコロナが5類になって観光地もにぎわったようです。私も日帰りですがお出かけしたので思い出を少し動画にしてみました。チャンネル主に代わり私小春立花がナレーションをさせていただきますね。最初はご近所から栃木県の壬生町にあるおこと神社。おこと神社は壬生町の一宮で地域住民に親しまれています。今年は風鈴が飾られて涼しげだったので撮影してみました。続いては軽井沢です。旧軽井沢地区を中心に観光してみました。朝早くに訪れた白糸の滝、やはり水辺は涼しかったですね。炭焼きのヤマメを食べました。次は車で少し行った鬼押出しです。浅間山の噴火でできた奇岩群ですね。この日は浅間山が綺麗に見えましたよ。再び旧軽井沢地区に戻って歩いて散歩です。ここは別荘地として有名ですね。立派な別荘がたくさん立ち並んでました。別の日、新潟県糸魚川市。単に西日本と東日本の境界を見に行きたかっただけです。台風の関係で風が強くて気温も急上昇、ものすごく暑かったです。ここは地層が見られるフォッサマグナパーク。誰もいませんでした。フォッサマグナミュージアムにも行きました。その後有名な翡翠海岸へ行きました。これから翡翠探しです。結構たくさんの人が翡翠探しに来ていました。私もいくつか拾いましたが多分翡翠じゃないと思います。残念。あまりに暑かったので近くの天津神社に参拝して親不知海岸へ向かいました。親不知海岸ではお昼時だったのでレストランで海鮮丼を食べました。美味しかった。最後に長野県小谷村の道の駅に行きお土産をたくさん買い込んで温泉に入って帰りました。これで私の夏休みはおしまいです。最後にこれが翡翠海岸で拾った石なんですが、何の石かわかる有識者いますか？綺麗だから拾っただけなんですが、私的には石英かなって思ってます。わかった人はコメントで教えていただけると嬉しいです。また旅行に行ったら動画アップしますね。それではバイバイ。